役霊嬢は夜コクトリを目指す、星4。風呂場で溺れ死んだアラサーの魔女が悪役霊嬢に転生する。ここから自分が過去に読み漁った悪役霊嬢シナリオから自分がどのシナリオの誰に該当するのか思いふけっていたら、馬車に訳ありのイケメソが惹かれるというイベントが発生。そのイケメソを前世でナースだった人族のメスは心肺蘇生と人工呼吸をして助けるということから始めるナロー系ナイチンゲールシナリオ。ナロー系のナイチンゲールシナリオでくっそ面白いのは外科医エリーゼだが、この漫画は主人公はあくまでもナースなので外科手術の知識もないし、ペストなどが発生した時の特効薬を生産する知識もないという部分がベネであり、それらができる専門家を見つけて仲間にしなければならない。さらには本来であれば医者がメインヒロインに転生することで現代医療無双をするのだが、このシナリオでは医者がヒロインに転生していないので医療イベントが一切発生せずに、ナースという医者としての知識不足の主人公が自分の知識不足に挫折しながらも、それでも異世界を病気から救うためにクソ激烈に頑張るというクソ激烈にお上手な漫画。とりわけ実際のナイチンゲールがなぜクソ激烈に優秀だったのかというと、統計学のプロであり客観的なデータを見える化して実証実験をさせてもらえる権限を獲得できたからであり、この漫画はその部分の表現がクソ上手であり、間接的にナイチンゲールの凄さが理解できるのぜ。というイベントの構築の仕方がお上手であり、ディモールとベネな作品。